アルブルも公共室数字です。臨時休業2日目ということでですね、昨日に引き続き、エントランスの整理をしてました。床張り作業が主な作業ですね。まずはじめ、ここから始めます。で、最後、勘所となる最後の列を床張り作業していたんですけども、なかなかうまくいきません。僕ら職人さんではないので、苦労しながら、いろいろ、大変にやってきました。で、まあ今日は張り終わるんですけれども、スタッフがですね、まあ盛り上げてくれて、で、僕らも、ちゃんとこなせたと。という形で、まず午前中こんな感じだったんですけれども、まあ今日ですね、会員様が、いろいろ、まあ作品の方を、持ち帰りたいということで、引き取りに来てくれて、で、こういう形でですね、この方は、まあアカシアの、修正材で、拡張式のテーブルと収納を作りたいということで、こういう形で、ご自身で設計されてですね、帳盤を取り付けて、こういうふうに補強して、はい。で、この帳盤なんですけれどもね、もっと掘り込めばよかったんですけれども、まあ、なかなか時間の関係で、うまくいきませんでした。はい。で、これが僕が預かっている仕事で、ソファーの修理ですね、真ん中の、桟が、ポキッと折れてしまったと。ということで、直してました。はい。で、これが、夕方の、撮影で最後に貼り終わった、フローリングですね。こういう形で家具もすごい馴染む形になっていると思います。はい。で、僕ら、まあ、こういう形でエントランスをですね、生徒さんの作品置き場や、紹介の場として、ちょっとギャラリーみたいにしたいなと思ってまして、で、こういう形で、一応、エントランスの方をより良い感じにしようかなと思ってます。ということで、今日は2日目だったんですけれども、まあ、結構進まないところもあったんですが、まあ、楽しかったなという2日目でした。はい、ありがとうございます。